旅人の皆さん、もう18切符買いましたか？くまでもない？そうですよね、ですよね、了解です。だけどまだ目的地はぼんやりしているかと思われます。じゃあ、迷ったらドアイ駅に行きましょう。避暑地にもなりますし、いい汗もかけますからね。この動画ね、下校ついでに撮ってるんですよ。先ほどまで講義に出て頭うんうんなった後、今度は体にうんうん言わせようという。とりあえずダイジェストみたいな感じで、みなかみに着くまでの素材を流し続けます。というわけでみなかみ駅にほとんど到着しかけているところ。向こうには本来ならみなかみ一国でお世話になる上越線の車両、E129 系が止まっていますが、今回は予定の都合上、みなかみからはバスで移動しちゃいます。というわけでバスに乗り換え。最近、モバイルスイカに変えました。割と時間がないです。ひとまず、16時39分発の谷川岳ロープウェイ行きに乗り込みましょう。あと多分、それが谷川岳方面の終バス際です。それなだけに、逃したら緑の中で青い顔をしそうになるところでした。みなかみからバスに乗り換える場合は、最後部の車両に乗ると焦らなさそうです。ってアドバイスしながら、バス停にちゃっとスタンバってたら来ました。関越バスのみなかみ線ですね。谷川岳ロープウェイとみなかみ駅、それから上毛高原駅を結ぶバス、に、1のセロテープみたいな色合いをしてるバスですが、これでも群馬帝国の最大手事業者です。ちなみに群馬帝国のバスだからといっても独自分類はなく、スイカとかでも乗れます。かれこれまあ2分くらい、待ったんですけども、乗客は誰一人来ませんでした。というわけで、乗客は私を除けば0人です。大自然の空気を乗せて、上越線沿線を走り抜くバス、電車で行くのとはまた違った景色が見られると思いますので、ゆったりしましょう。ちなみにこのバスのドアイ駅前までの運賃は、IC671円。電車と比べて2倍以上の値段です。ですがワープと割り切れば、このくらいは十分許容できます。バスワープ、流行らせましょう。で、このバスは昼間は、高崎川の上越線のダイヤに合わせてるっぽいです。だからバスに乗ることも OK なら、ドアイ駅を訪れること自体はそんな難しくないです。上越線で、訪れるのはかなりきついですが、そしてこのカーブを曲がった先に、上越線車窓からはなかなか見えないものが。あれです。D51 機関車の745号機。デゴイチの愛称で親しまれています。昔は上毛高原駅付近にいたそうなんですが、今はみなかみの SL 転車台広場で生体保存。なお胴体保存されている方のデゴイチもいて、それが498号機。SL 群馬、みなかみの愛称で走ります。国鉄通り越して鉄道省製造の車両ですが、今なお活躍する名車両です。と言っているうちに、バスは谷川橋で利根川を越えます。さすがみなかみ町の大自然、心が現れるようです。でも何か物足りない気がすると思ったら、バスだとあれがないからですね。あれ、流しますね。やっぱりみなかみと言ったらこの発車メロディーですよね。ごめんなさいね、ここまでただの好き勝手旅行機みたいになってますが。地形が険しい分道路が道っとなってるので、たまーに上越線の線路っぽそうなところも見えます。ついでに地形が険しい分、電車じゃ感じられないようなどぎつい勾配を感じます。家系ラーメン風に言うと、野草マシマシガタガタカーブ多めです。駅前は完成な温泉街だったのが、3分走るだけでここまでになるもんなんですね。バスはそのまま大穴に接近。競馬のパワースポットにでもなりそうなバス停名です。ここ大穴といったら、大穴仮乗工場、現在の指添駅に当たる場所が思い浮かびます。夏のうちに融雪装置を整えとこうということみたいで、一車線に制限されているところも、冬はきついけど、夏のうちにしっかり対策しておこうという、ありとキリギリスの前者的な、きっちりした整備が、このバスに乗っているうちに分かってきます。この大穴の次が、指添駅前バス停です。何度地名だからか、表記の都合か、指添はひらがなです。指添駅まではだいたい8分くらい。電車で行くのと大きくは変わりませんね。
あれは国道291号の標識ですね。車窓からでも普通に見えます。一応国道ではあるのですが、魚沼とかの地名がない点、一部は廃道になっています。峠越えする国道って険しいだけでなく自然環境にも大きく左右されます。要するに崖崩れだの橋の崩落だので国道通り越して国道になってます。道なき道を行くって次元になるので国道291号は、まあ指添駅に近づいてきました。細長い豆腐みたいな駅舎からホームへの専用通路が伸びてます。本数は同じなのに秘境度が度合いに負けて名だけ知られているかわいそうな秘境駅です。それからすぐ指曽川にかかる指曽橋を渡りのします。ここは指曽ループが終わった後の中越線上りからでも結構わかりやすく見えますね。そしてここからはいよいよ線路からは見えないゾーンですね。朝日岳や谷川岳に囲まれ悠々と地上を走っていきます。いよいよ土合駅前バス停へ。指曽駅前から土合駅前までは5分ということになってます。思っていたより随分速達性のあるバスです。そして車窓に注目してほしいんですが、これ動画じゃ伝わらないかもですが、誇張でもなんでもなく、マジで息を飲むような絶景が広がります。度合い補正もあるのかもしれませんが、それでも胸の奥を突き上げるような、今風に言うと神曲の詐欺に入っているような、揺さぶられるような気分の高揚を味わえます。あの山小屋のような形状をした、あれですね。バス待合所も、度合い駅っぽい外観をしてますね。意外とみんな公共交通機関使ってませんね。ざっくり13分くらいで着きました。電車なら同区間はだいたい9分です。バスはそのまま、みなかみ町の澄んだ空気を乗せ、ロープウェイの方面へ向かっていきました。じゃあ、行きましょうか。でもまずは普通にコースとか、知りたいですよね。もう知ってる？知ってる顔してますね。ですよね。じゃあパパッと紹介して早く RTA パート行きましょう。その長い階段ゆえ、日本一のモグラ駅かつ、群馬県一北にある駅です。今回の滞在時間は1時間ということで、16時59分から17時59分まで徘徊します。モグラが地中に穴を掘るのって、餌を求めるためなんですよね。だから私もモグラのように、地中に潜って大量の動画素材を得てきます。IC カードが使えない試験売機もないので、今のうちに乗車駅証明書を発行。ド・アイ・駅の3文字が美しく並んでいますね。最高。まず2番線から行きましょう。そっちの方が、楽なので。方面としては上野まで乗ってますが、みなかみでバッサリ系統分割されてます。なんか簡素な展望スペース的なものがありました。入ったらセーブポイントとかありそう。登るときは虫にご注意を。とにかく、あれですね。あれが上り線ホームですね。こんな短距離で RTA すると逆に危険なので、ここは徒歩で。RTA は下り線ホームからやります。でこっちは上り。展示ブロックやスロープなど、バリアフリーに大変配慮されています。ですがホームドアはないので、代わりでしょうか、線路内に立ち入るな、とあちこちに書かれています。で肝心のホームなんですが、そこらの首都圏ホームより綺麗で、それなりに広い。というのもこのホーム、もともと単線時代に上下線が来ていたホームだったんですが、複線にするぞーら。ってことで、ここには上りみなかみ方面の列車だけ来るようになりました。その後から元下り線路を待避線として使ったり、いよいよ使わなくなったら剥がしたりして、今は一面一線、通過線一本の作りになっている感じですね。ところで土合のホームの高さは1100ミリです。新潟地区はほとんど920ミリです。E129 系が E721 系のような低床化がされなかったのは、それが理由です。4両ホームの端っこまで来ると、変電所につながる入り口が見えてきました。パッと見、時間限定で光を放って開く、特別ダンジョンの入り口にも見えますね。そしてここが4両の停車位置。上越線のこの区間は基本4両以下ですが、多分こっから先も、電車は滅多に止まらないですけども、入れます。こちら側のホームはホームを高くする工事は行われておらず、920ミリくらいになってます。そして黄色い展示ブロックではなく、白線。時代を感じさせますね。電車が来る反対側のホームにも白線が敷かれており、名残を感じます。ホーム途中にあった小屋です。かなり綺麗に整備されており、秘境駅らしからぬ雰囲気です。改札のところに戻ってきました。もはや無人駅で、非常に懐かしい雰囲気の改札が残されるのみとなっています。登るなら、登山届を、出しましょう。土合駅自体は IC カード使えないくせに、土合駅の自販機は IC カード対応しています。JRE ポイント貯まるとかそんなことまで書いています。山奥の自販機ではありますが、激しいインフレは起きてませんね。
駅の音が駅入り口にありますが、どうせなら下りホームのものに書いた方がいいかも。とりあえずここはロム線で。あと駅務室を改造した駅ひさもぐらという、簡単な喫茶店もあります。10% くらいはこれ目当てだったんですが、今日は17時までだったようで、ギリギリ間に合わず、お茶するなら早めのうちに行った方がいいですね。早めに行けないのが土合駅なんですけど。ここまで本当にお待たせしました。1番線の紹介と行きましょう。土合駅のだるまに見送られ、いよいよ出発です。なんかそっぽを向かれてる感は否めないですが、かといって向きが勝手に変わったら逆に怖いです。よーく耳を澄ますと、陽気な音楽が。これが噂の土合ビレッジですね。土合駅をキャンプ地にしよう、ってやつです。駅地下どころか駅中なのに、ありとあらゆるアクセスが最悪なキャンプ場ですが、シーズンごとに様々な催しが行われ、実に生まれ変わっている印象です。そして2つ計24段の階段を抜けます。下るときは、そこまで重くないです。そしてここには方面の案内が、そりゃ例の階段下った後に、やばいホーム間違えた、となったらビビりますよね。そして壁のようなものが、これは電車が来た時の風圧対策でしょうか。RTA でここに正面衝突したら、かなりタイムロスになりそう。これは嘘ですが、あの内側の狭い部分に入り込むと、バグ技でショートカットできるそうです。指そ川を渡った橋の先に、462段の階段があります。壮観ですね。美しい。右側の意味深なスペースは、エスカレーターを設置する構想の名残ですが、こんな過疎駅にエスカレーターなんて置いても無駄だってことで、今は水がチロチロ流れる小川に、バリアフリー議論に一石を投じてます。あの小川の水の流れを変えて、乱数調整する技があるとかないとか。まだ RTA ではないので、一段一段に重みを感じながら下っていきます。湧いてますね。現場からは以上です。ところどころにベンチがありますが、気にせずテンポよく行かないと、土合の階段は攻略できない気がします。なんか湿ってる気がしますし。ま、下るのはそこまで難しくないです。というわけでひとまず462+24段は降りました。めでたしめでたし。以上がコースです。こんな近く角にありながら、海抜は583メートル。改めて、すごいところにトンネルを掘ったものだなぁと思います。安定した気温を活用して、クラフトビールをも作っているそうです。鍾乳洞でも同じように、お酒を寝かせているところがありますね。変わりましたね。でもプライバシーなんてものが微塵もないトイレは変わってませんね。駅の音、変えていきますか。山のすすめをはじめとした、数々のアニメに描かれてきた土合駅。2次元でも3次元でも、土合駅は牙を剥きます。アニメに対して2次元って言い切ると、何か言われそうですが。書きました。修正した後が丸わかりですね。あとリボン塗り忘れてますよ。いざ参らんとしたら、向こうからゴー音とともに何かがやってきました。まだ電車が来る23分前なんですが、何でしょうか？どうやら EH200系という貨物列車のようです。上越線は貨物の面で重宝している、それが伺えますね。もしこれが単線だったら、貨物輸送は難航していたかも。ところでこんな近く角にホームがあるのは、簡単に言うと掘削技術の向上が主な理由。上り線の清水トンネルは、トンネルを掘る距離をケチるため、高低差を稼ぐループ線を作ったのですが、だいぶ後から作られた下り線の新清水トンネルは、年月が経ったので技術が向上し、ループ線をわざわざ作る、高低差を稼ぐ必要性がなくなったからです。そんな年月のギャップが、この土合駅下りホームを、地下に追いやっている理由なのです。じゃあ、始めましょうか。一段目に足をついた瞬間をスタート、改札を通るか駅舎外の階段を降りたらゴールとします。レギュレーションは勝手に決めました。というわけでここからはカットなしで、ワルキューレでも流しつつ駆け抜けます。カットしないとはいえ、ずっと階段シーンを使ってると、繰り返しの多いコンテンツがうんたらかんたらとか言われるので、早送りはします。カメラの映りはもはや気にしません。いずれにせよ、20分以内に往復できないとアウトなので。そうだ。土合からは北上して、越後湯沢に行く予定です。どうせここまで来たらさらに北上して、きっちり国境を越えたいのです。目標は上り6分。下りは5分くらいで行きます。ちなみにこの RTA で何が一番怖いかって、わかりますか ?200 段目かそこらで足首をずっとやることです。もしそうなったが最後、電車に乗れない、ところじゃないですね。だから体優先で行きましょう。さて45秒経過。疲れてきました。だんだんと歩き気味になっています。普段から夜メロンはあまり運動しないし、旅好きってハードな運動はしないですし。
肩掛けバッグもでかいサイズになっているので、遠心力で余計に体力を奪われます。もう歩いているので、ワルキューレを流す必要もないですか。別のを流すついでに、早送りしちゃいましょう。ここからは4倍速で、実際このドアイ駅の階段、5段刻みで踊り場が用意されているので厄介です。わかりやすく言うと、1段飛ばしながら登る、となるとリズムが乱れるのです。とっとと登りたい時は1段飛ばしか、頑張れば2段飛ばしぐらいするのですが、階段を登る時に4段も飛ばすのは、勇者です。ともかく、5段置き踊り場が、ドアイ駅の踏破難易度を上げている要因だと思います。しかしこうももろ、数の暴力、を体現したドアイ駅の階段を前にしては、やはりエスカレーターが欲しくなります。でもそんなエスカレーターなんて立ててしまってはドアイ駅の魅力が薄れるし、何よりこんな本数の少ない駅に来る時点で全員ド M ですので、その点でもいらないですね。そりゃあまあドアイは特殊な生い立ちとド M 専用的な駅の側面から。この駅はヤバいから行かない方がいいんだぜ。ってみんな口を揃えて言うのかもしれませんが、実際に訪れてみるとその壮大さ、雄大さ、そしてその変貌の仕様など、定期的に訪れてみる価値は、あると思いますよ。あと、地下は涼しいです。ヒートアイランド現象？何それ美味しいの？ってぐらい。何より、私も行ったんですから。皆さんも、行くんですよ。行くんですよ。行きましょう。やっぱり行きたくないって言ってる画面の前のあなたも、ちょっと行ってみたいかも、って思ってますよね。私わかりますよ。ってなわけで行ってください。最後7段刻みの階段を登り切りました。ここまで4分48秒くらい。しかしまだゴールではありません。まだ143メートルほど、24段ほど残っています。満身創痍すぎて、もはや走ってません。どっかで留保カードでも捕まされました？ワルキューレから変えて正解でしたね。さてこの RTA ではリスキーなバグ技は使わず、悪魔城ドラキュラみたいな通路を素直に通ります。一波5系、じゃなかった、E257系で運行される、谷川岳山開き号から降りたドアイ駅利用者も、秘境の長い階段を抜けると異国であった。なんて、思いを馳せているのでしょうか。それどころじゃねえよって？そうですよね。ほんでラスト12段を登り切れば、一応486段は制覇ということになります。下り旋回通じ、山小屋風にドドンと改築されたドアイ駅舎を右手に見つつ、ラストスパートです。ところで駅舎が改築される前までは、ごくごく普通の完成な木造駅舎でした。いろいろ手は加えられ、現代に溶け込んできてはいますけど、根本は特に変わっていない、という点では、やはり時の流れが止まった雰囲気を感じます。向こうに見える改札もその名残。ところで有人改札時代、ドアイ駅は、下り列車が立つ10分前には改札を閉めていたそう。そりゃ、下手したら幽閉されますからね。もっとも、1985年には無人駅になってしまいましたが、改札は7分2秒くらいに通りましたが、駅舎の向こうの階段まで降りたらゴールってことにします。威風堂々を流しているわけでもないのに、仰々しく出ている気がします。普段階段ばっかり使っているからといって、己のスタミナを過信してはいけませんね。ここでタイマーストップ。記録は7分23秒13でした。完走した感想を言う前に、あと12分で長岡方面の列車が来るので、早く下り RTA します。次の17時59分発の長岡行きを逃すと、その次の長岡行きが20時59分なんですよ。上りは18時18分の終電が残ってますけど、1.5 往復してまた上るとおそらく足が五輪中。というわけで早いとこ駆け上がります。とりあえず1段目登ったのでタイマースタート。現実をあまり見せるわけにはいかないので、ところどころぼかしをかけていきます。コンディション的にはもはや走る体力すら残されていない地獄みたいな感じですが、序盤は歩いて体力を温存し、なんとか階段までに回復させようと思います。改札口まで17メートル。って看板にたどり着くまでに、改札から17秒。毎秒1メートルにとどまる猛烈な遅さですが、もはや足を動かすだけでいっぱいいっぱいです。この上越国境の付近は、川端康成、雪国で例えられることが多いですが、このドアイ駅に限ってはもはや、太宰治、走れメロスへと化してます。半ば歩いている、って点でも、さて462段ゾーン、下るときは登るときとは逆に、ポンポンとテンポよく行くのがいい気がします。2、2、1、2、2、1、のリズムで下っていっています。登るのはきついですが、下っていくのは楽ですね。人生と同じで、というわけでここからは4倍速で、ついでにちょっとした小話でもします。このドアイ駅の所在地は水上町指曽。ついでに谷川岳もそこそこ指曽に属します。でこの指曽なんですが、地名の由来はちゃんとお湯関係。室町時代に安倍氏の豪族が、ここに命からがら逃げてきて、
その地に温泉があったことから、この地を、湯の裾村、と呼び始めたとか。それから湯磯に名前が変わったのは、安土桃山時代のことだそうです。まあそんなわけで、温泉街を名乗るのには100点の地名してます。さすが水上温泉郷。ちなみに湯磯駅とほなな分のところに足湯もあるそうなので、時間が許せば度合いで走った後に、ってやりたいですね。となると電車、バスの本数がやっぱりネックですね。さて、486段の下り線が終わり、下り線に到着します。終わりました。記録は5分6秒30。疲れすぎてストップウォッチ代わりのスマホを取り出すのが、完全に遅れています。ストップウォッチとメアRTAだったら、確実に再走しているところです。とにかく終わったので休みましょう。駅の音に書き加えてきたそうで、追記はあれど、やはり私のリボンが塗られることはありませんでした。ところで往復 RTA 記録は、13分1秒くらいでした。そんなわけなので、皆様も往復で RTA、やりましょう。あとこの下りホーム終点にすると、結構涼しく終われるので、クーラーに頼らない、環境に優しい生き方ができます。エアコンガンガンジムが良いの時代じゃなくて、自然のクーラー度合い液が良いの時代、作りましょう。新清水トンネルの向こうから度合い液を照らす LED の明かり。このホームを1日5回しか照らさない明かり。これが何とも言えぬ感動を生み出します。多い日。冬の土休日は1日8回ですが、それでもだいぶ少ないです。水上方面からの風、線路を鳴らす音とともに、何か湧き上がるものが押し寄せてきます。動画でいくらこと細かに語ろうとしても、語り尽くせません。というわけで17時59分発の普通長岡に到着。B129系ですね。これを逃すと次は3時間後です。旧車両の115系は2016年3月をもって、新潟地区の上越線からは撤退したのですが、抵抗制御ではなく東洋 IGBT を奏でて入線するその様も、また染みるものがあります。ちなみに車両そのものはもちろんのこと、使われている各機器でさえも体感対策仕様です。ついでにハイブリッドベクトル制御っていう、空転や滑走にも強い走行ができますし、機器を分散させる 0.5M 構造のため、片方がダメになっても大丈夫です。要は、雨にも負けず、風にも負けず、万が一のヤバさにも負けずの車両ってことです。というわけなので乗り込みましょう。一応名の知られた駅ですが、平日夕方だからか、降りる人も乗る人も、私以外にいた記憶がありません。E129系は、通勤通学だけでなく、長時間乗車でも快適に過ごせる車両、を目指して設計されたもの。一応4両ということで E129系の例万歳ですが、18切符シーズン以外に4両いるかは微妙かも。定員は581人ということになっていますが、1両あたり5人もいません。それなだけに、18切符シーズンの時のその大動脈的様相が伺えます。てなわけで度合い発車、次は新潟県の土樽。ここまで来たら上越国境を越えたります。ここ度合いまでは高崎支社の管轄ですが、次の土樽からは新潟支社に管轄が移ります。土樽は開業当初は信号場でしたが、すぐに冬季限定で旅客営業をするように、雪国冒頭、信号所に汽車が止まった、の一節に書かれている、あれです。で、その営業を始めたのは1933年。一方、川端康成が湯沢を訪れたのは1934年。また、この土樽信号場は1941年、土樽の駅へと昇格を果たし、年中無休に。というわけで、川端康成はかなり初期の頃に、この土樽信号場を訪れていたのです。文豪もまたその国境のトンネルに感動していたとなると、我々にもどこか通ずるものがあります。彼が訪れた時は新清水トンネルなんてなかったので、ルートは違いますが。で、度合いを立ってからしばらくして、乗車駅証明書と引き換えに、片道乗車券を発行してもらいました。この区間はスイカが使えないというのは有名ですが、発行してもらう時の決済の時に、スイカが使えました。キャッシュレスも進み、国境はますます現代に寄り添ってきていますね。まあ長くなりましたが、とりあえずこれで度合い RTA 動画を終わろうと思います。度合い駅は、谷川だけ登るんだから500段程度でへこたれてるようじゃ失格じゃ、みたいな。そんな鬼畜思想が根本にあるようですが、今や度合い駅そのものが観光地に。谷川だけも日本百名山の一つに数えられますが、度合い駅も関東の駅百選の一つに数えられる駅。夏だろうが冬だろうが氷河期だろうが、本当に行く価値のある駅です。皆様の気が向いていることは分かっていますので、ぜひぜひ行ってください。ちなみに越後湯沢の滞在時間は、3分でした。爆弾おにぎりでも食らおうかと思いましたが、脳、体、胃の順にまんべんなく酷使していくのはさすがにきついと思い断念。代わりにニューデイズでカレー揚げ銭を買ったので、まあいいでしょう。ただの旅行気になってすみませんね。それではここいらで終わります。